こっちもお願いします、はい。これやばいじゃん。何を開始すればいいか。本日、番付会議、編成会議及び理事会で満場一致で横綱に推挙されたことを申し上げます。おめでとうございます。謹んでお受けいたします。横綱を自覚して全身全霊で相撲道に精進します。本日は誠にありがとうございました。それでは乾杯します。乾杯。はい。横綱、正式に横綱として今日から、その地位に立たれるわけですが、今の気持ちから聞かせてください。そうですね、本当ね、嬉しいです。はい。そうですね、よりよりもっと努力し、そして、まあ、相撲道に精進していかなければならない、気持ちがもっと強くなりました。自分のやるべきことをしっかりとやって、これからも一日一日しっかりと生きていきたいと思います。何かこういう横綱になりたい、目指す横綱像のようなものありますか。私は私なので、はい、自分らしく言いたいです。70代という一つの区切りの横綱でもありますし、しばらく横綱が誕生していなかったので注目されると思います。本当に応援してくれる方々へ何か今おっしゃりたいことあるか。本当いい運命の流れで、本当にいろんな人に支えていただいて、本当今があるのはあります。本当皆様に少しでも恩返しすることができたことが何より嬉しく思います。これからもやっぱ皆さんと共に歩いて、そしてちゃんとした生き方をして、皆さんにこれからも恩返ししていきたいと思います。